No Hate TV. 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 はい、こんばんは。はい、こんばんは。先週申し伝えました通り、はい、今日は6月でございます。はい。はい、なので、6月2日に起こったニュースは知りません。うん。私、クラックの野村慎一と。はい、フリーライターの安田浩一です。はい、よろしくお願いいたします。今年も残すところあと半年になりましたね。はぁ。結構なんかなかなかこのシステムが、うまく構築できないですね。え、できてないんじゃないの？今日ぐらいから結構失敗なくいけんじゃない、うん、今日はしかも時間通りに始まってるはずなんで。ええ、まあそうですね。編集のコメントで、チャットで、録画の方が時間通りに始まるからいいとかって言われて、あ、それは一つの方法では。って感じなんですけど。はい。今日はですね、はい、特集としては、特集というかですね、タイトルとしては、こういうものを出してます。だけど特集ではないんですね、うん、特集ではなくて、まあ一つの、今までやったことないネタなので、タイトルにしましたけど、はい、特集ではなく後ろの方で多分最後の10分ぐらいで、さっとやりますが、ちょっと継続的にいろいろ安田さんの普段やってる仕事とも実は関係したりとか、そうこれね、まあ、ちょっと許せない話ではあるんでね、はい、後半にきちんとお話したいと思います。そういうこともありますね。後半ちょっと軽く、はい、まあ今日は前振りかなと思ってください、うん、はい、はい、そうこうしているうちに、いつも僕たちの大好きなコーナー、バカニュースです、はい、今日はね、はい、いいのあるよ、うん、これ笑いですよねこれ、ずっこけたくなりましたね、これはね。これ面白かったですね。これね。はい。俺ではまるでリベラル政党だ。今、LGBT のね、件でいろいろ自民党内で紛糾してるわけです、稲田さんが頑張ってるんですけども。そうですね。この理解増進っていうね、言葉をめぐってね。保守の人がね、はい、自称保守の極右、はい、クソウヨ議員が、うん、こんなんじゃまるでリベラル政党じゃないかとか言って文句を言ったっていう、それをその産経新聞がこの自民保守派を油断してね、はい、憂鬱になってるんとか、うんうん、じゃこんなんじゃリベラル政党みたいで、はい、もうこんな大変な油断だったんだとか言ってんだけど、もう大笑いですよこれはね。お前ら名前なんだどうなんですかね安田さん、これ、うん、自分たちのことが分かってなさすぎっていうか、うん、いやまあそう言っちゃった気持ちは分かりますよ。いや、はい、僕らだって普段リベラルがって言ってる時に別に自民党のことは想定してませんからね、うんうん、だからそういう意味ではその人のその議員の使い方は別にあったんだけども、うん、本来の、理念に立ち返ったらどうなんだと。そうなんですね。いうことなんですけど、リベラル政党なんですか自民党は、うん、全然リベラルじゃないけども、うん、しかし党名はリベラルなわけですよ本来、うんうん、リベラルデモクラティックですからね。デモクラティックですね。だから今のところは、不自由非民主党みたいな感じになってますけども、うん、まあね、本来はこの自民党のリブデムのリベラルってどういう意味なんですか、そもそも。これはね、うん、共産主義に対するアンチテーゼから始まったもんですよね、うん、だから自由と民主っていうものが、うん、要は三千と輝いていたのはですね、うん、いわゆる冷戦構造の中において、うん、もっと言えば55年体制っていう中で、うん、左右両派の対立の中で、うん、共産主義に対峙する形で、うん、自由民主党っていうのは、うん、まあ元々あった自由党と民主党が合併したわけだけども、うんうん、その党名っていうのはやっぱ共産主義に対するアンチテーゼとして光り輝く存在であったと思うわけです、うん、自民党員からすればね、うん、ところがいつしかその自由というもの、うん、あるいは民主主義というものが置き去りにされて、うん、やっぱどちらかというとなんだろうな、トラディショナルなね、うん、
動きを見せることによって、うん、自民党っていうのは自らの立ち位置を確立してた分ってありますよね。まあそんなこんなで、面白いんだけども、はい、実際にはそこにちょっと看過できない問題が実はやっぱり払ってるんだなと思います、はい、リベラルとは何かみたいなことも含めてね、うん、逆に言うと面白いけど問題提起にもなってるなという感じがしました、うんうん、はい、はい、バカニュースもう一つ、はい、これです。これね、おとついぐらいのニュースなんですよ、はい、28日のニュースで、はい、これでまたみんながなんてことだとか言ってるけど、この話僕らだいぶ前にやった記憶ありますよね、ありますね。だから改めてなんか説明会みたいなところで、はい、これデイリースポーツしか報じてないし、あれなんですけど、こんなのと旭日旗なんかダメだろうっていう意見の人が今わーっと盛り上がってて、そういう意味で言うとこの間のほらオリンピックに政治的主張を持ち込むかどうかみたいなのがやっぱりもう一回報じられることによって DLM はどうなんだみたいなのが盛り上がると、だから常にこう思い出させる効果はあると思うんですけども、前回の放送ってね、僕らこれ話いつやってるかというと2019年です、2年前、うん、で2年前に、そういう話になっていて、それで、なんでその時はねもう自民党はもう全然、やる気満々で、はい、こう旭日旗持ち込んで、そもそもあんなものは伝統的な旗なんだからとか、うんうんうん、言ってこの話をちょうどね徴用工問題とか貿易、そうだね、ジーソミアとかね、貿易摩擦の問題がありましたね。なんですけど、はい、でその頃に紹介したものがこれですね、はい、これは官邸のページですね、旭日旗は別に右翼と旗ではなくて、うんうん、日本の昔からの文化なんだみたいなこと、うんうんうん、ほら世界の国でも同じように使ってるでしょみたいなこういうことを、一生懸命英語で説明してるんですけど、はい、言ってる内容は水戸用のへりくつと同じで、どうなんだろうね。その時紹介したものはもう一つは、うんうん、でも海外ではまあこういう扱いですよ、ね、そういう扱いと並んでんだよっていうような話をしました、はい、で、まあ、今回もその話がまあネット用的な人との間で蒸し返されてるわけなんですけども、うん、要はその理論としては旭日旗っていうのは戦争の旗ではなく、もともと日本にある文化 で、うん、でそういうおめでたい時とかに振るもので、うん、である意味一面ではそれは合ってるんですけど、うん、そういう政治的なものはないんだから、だからオリンピックに持ち込んでいいんだっていうのが、まあ擁護する論調ですけど、そうですね、ある種日本の伝統なんだから、伝統っていう、ね、そういう言い方してますよね。ネットウェアの言う伝統って大体ここ10年ぐらいのすごい短いスパンだねそれは一番長くて日本古来の伝統って一番長くて明治維新以降、そうですね、日本は古来夫婦同姓でみたいな、その明治維新以降の話ですから、そんなんばっかりじゃないですか、あいつらが伝統と思ってることって大体違うし、うじゃあどうだったの前のオリンピック、東京オリンピックの時は、はい、どうだったんだっていうような、そうですね、1964年です、そうことを、うん、ちょっとそういうの分かるものがないかなと思って探したんですけど、いまいちないけど、これね、バレーボール、はい、ソ連に勝った、盛り上がってる瞬間です、うんうん、60年のオリンピックでバレーボールがやっぱり一番、ね、そうですね、日本はね、あの頃はね、アタックナンバーワンとかサインは V とかああいう漫画が生まれたのもやっぱりその影響ってことで、その頃バレーっていう、日本のバレーってすごかったで、後ろ誰も別に旭日旗どころか日照旗も振ってないですよね、うん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 、で、じゃあそのあこれはね、もう一人ね、フランス人の写真家で、はい、レイモンド・デュパル、うん、レイモンド・ドゥパルドンっていう人がいるんですけど、これは観客席です。
そもそも旗がない1964年こちら日本の伝統っていうんだったらもうこの時降ってなしおかしいわけですよ。この曲付きガンガン出てね出てましたおかしいですよね、うん、これは多分沿道っぽいですねマラソンかなんかね、はい、沿道にはあるでしょう、うん、いやない沿道だからいやこれはどうあれあれってもうおかしい、ね、半日なんじゃない半日か半日だ半日かもしれないですねこいつらね当時の64年の日本人のが全員反日に決まってるね日本人全体が左翼そうですで、まあ、一人右翼がいるわけそうそういうような状態なわけですよね、うん、じゃ あの東京オリンピックってその前のオリンピック、うん、あの伊達でもよくみんなが感動してたベルリンの、はい、この間ソン・キジョンさんがねでもね我々の声をしましたね日の丸をつけてそれが辛かったみたいな話をしましたけど、はい、そのオリンピックではどうだったの、はい、旭日旗伝統だからね日本帝国ですよそうですよもう出まくってんじゃないですか、大日本帝国ですからねあれ旭日旗はない日の丸しか売ってないですよね日照旗しかないじゃないですかこれあのレンリー・フェンシュタールさんのあのナチ映画から撮って反日なんじゃない反日の可能性ありますよね1936年の反日って何だって話になるけどねだから結局、オリンピックで旭日旗なんか振ってないよね旭日旗振り出したのってあれいつからなんだろうね、うん、サッカーとかかなだから比較的新しいカルチャーだと思うね、うん、そうですよね、うんで多分その旭日旗自体が一般人が手にしてるのって70年代の後半ぐらいからでね暴走族からじゃないかなと思うんで、うんうんうん、暴走族にその前にもちょっとこの番組でちらっと話しましたけど、はい、暴走族に右寄った要素を持ち込んだ人がいて、うん、あえてそういうあのそれは自民党のバックにいるような人が右翼を不良を右寄ったカルチャーに染めたら、うん、いろいろ左翼の弾圧に使えるんじゃないかってことがあり、うんうん、持ち込んだものなんですよね若者 の、うんうん、あの自発的なサブカルチャーとも結構言い難いものがあって、うんうん、その頃からじゃないかな旭日旗逆に言うとその頃旭日旗のモチーフってそんなに極右っていうイメージもなくてサブカルチャーだったですね、そうですよねで横尾忠則の作品に出てきたりとか、あれモチーフにしたね、うん、あれありましたよねそんなにだから僕の世代だと、うん、僕はまさに1964年オリンピックイヤーに生まれたわけですけどもね、はい、オリンピックの年に、はい、僕の世代だと旭日旗っていうのは今野間さんが言った通りに、うん、暴走族のものだったわけですよ、うんうんうんだから暴走族のシンボルとして、うん旭日旗っていうのが存在したわけだってね、うんうん、それは何も日本の伝統とか文化を尊重した暴走族が出てきたわけではなくて、うん、一つのファッションとしてね、うん、それが出てきたわけですよね、うん、ですから今ネトウヨが必死に日本の伝統なんだから、うん、古来日本に伝わるものだから、うん、あれ我々が生活の中に根ざしたものだからってどこにもそんな時代はなかったわけですよ、ね、分かったその人の先祖が暴走族暴走族だったのかな暴走族の子孫の可能性ですよ、うんはあまあ、そういうことなんじゃないかなだから別に、うん、暴走族自体は別にいいと思うんですけど、その程度の問題と旭日旗を振るっていうのはサブカルチャーであって、しかも割と新しく、そんな官邸がこれは文化でとかって必死で言うこと自体がおかしいし、その官邸がそれを言うのは軍国主義そのまま素でそうだと思うんですね、うん、そうですよねなのでまあもうオリンピックあんのかないのか分かんないからもうなんかどうでもよくなってきたけどいや、うん、でもなんかやりそうな雰囲気がありますよめちゃくちゃじゃないですか旭日旗を持ち込んでいいし、うんうん選手村はあの浮世絵のコンドームを15万個配って、はいはい、なんと酒も飲んでいいっていう話が聞こえたとか、割と人民の怒りが爆発するようになってますね、うんうんうん、そうですよね革命起きんじゃない革命前夜ですよね革命前夜って感じしますよね本当そうです最後陥落前ですよ、ね、結構ここまでコケにするとちょっとやばいんじゃないかな、あの日本人も怒っちゃうんじゃないですか、みたいな、気持ちはちょっとありますそうですねぜひ7月革命を達成してほしいですね7月革命、はいバカニュースバカニュースは以上次はいこれですDHC 包囲網先週も前週も同じタイトルのあのあ使い回しですか使い回し色を変えてみましたけど、でも使い回しにしてもいいと思うのは、はい、この包囲がさらにね、はい、強化されてきたというか、はい、包囲網がじわじわと迫ってきましたよね、はいはいまあ昨日
の今日の報道だったんですけど、はい、昨日の大きなニュースとしてこういうのがありました、はい、僕もびっくりしました。改めて確認したら全部消えてるんですよね、うん、このやけくすくじなるものの以降の文章が全て消えてるっていう、うん、これなんで消したんだと思います？商売のためじゃないですか、うんうんうん、あ、要するに、まあ、イミジクも今包囲網って言葉を使いましたけれども、はい、自治体つまり包括連携協定を結んでいる自治体が手を引こうとしている、うん、連携協定を解消しようとしている、うん、それから同時に一部の企業も距離を置き始めている、うん、まあ、いわば逃げ出そうとしているわけですね、はい、この DHC に加担している部分から、はい、そうしたことで、いわゆる DHC の会社の存続自体がやはり危うくなってくるという判断が社内にもあったんじゃないかなと思います、うん、果たしてこの差別を反省したとか差別を改めるとか、うん、今までやってきたことに関して何らかの形できちんと自分たちが自制するというのとは違うと思うんですけども、うんうん、ただ、まあ、商いとして困難になってきたっていうことがやはりこうした動きを招いてるのかなっていう気がしますけどね、うん、でも前ね前回1月の終わりか2月ぐらいにやった時には、うん、はい、ええ、こんな感じだったじゃないですか。そうなんですよ。これ会長のあの文書を批判した新入社員が辞めさせられたって話、ね、人事部がこの偉そうにね、言ってたと。でその偉そうに言ってる内容は、はい、多少炎上したから何なんだと。そうですよね。で今までこういう何度も会長あんなこと言ってるけど、でもうちの会社潰れてないし顧客も離れてないんですよと。で批判的な消費者に乗っかって自分もそっちに同調するなんてその方が良くないんじゃないですかみたいな、クソみたいなことを言ってる人事の人が、ね、人事の言葉ですよね、はい、これだって吉田会長も同じようなこと書いてませんでしたっけ、うんうん、私に対するいわゆる頑張ってくれとかね、うん、会長のおっしゃってることはもっともだという声がたくさん届いてます、うん、だから気にする必要はないみたいなことをね、そう書いてましたよね。でも、うん、これは守谷市とか行政に言われると、ええ、はい、消しちゃうんだみたいな、うん、あといくつかの、まあ、これ平塚も行政ですよね、はい、でそれからその民放が DHC のこれ先週のあれですけど、はい、放送をやめたと、はい、でこれも行政、解約するぞみたいなのがあると、うんうん、あなんだかんだ偉そうに、ね、言ってたけど、うん、結局のところをやめちゃうんですねやめるのはいいことなんだけどやめるのはいいことなんだけど、あの勢いはどこ行ったんだって話になってくるわけです ね、 まさにネトウヨ、いやネトウヨ仕草としては、うん、まあ、当然というか、まあ、予想できたあれだと思うんだけど、うん、考えてみたらね、その自治体に関して言うならば、うん、包括連携協定を破棄するってのはこれ当然だと思いません、はいはいはい、というか未だに結んでる方がおかしいですよね、うん、ヘイトスピーチ解消法っていうのは特に自治体行政の差別に対する取り組み、うん、差別を撤廃に向ける理念っていうものをね、うん、重視してるわけじゃないですか、うん、これ全くこの法の理念に反した行為ですよね、うん、未だに包括連携協定を結んでること自体が、うんうん、ですから未だに結んでるところは即刻やめるべきですし、うん、それから今ようやく解消をっていうか本来もっと早く解消すべきだったわけですよ。そうですね、ええ、うん、でまあ自治体もそうですし、あといくつかさっきのテレビの広告をね、はい、やめるところが出てきているとか、あと新聞の折り込み広告なんかもそうですね、はい、話に絡んでいくつかの企業が、はい、もう意見を言い始めていると、はい、でその、意見を言い始めることになるにはそれなりの、きっかけがあったんですね。あり、はい、そういう働きかけをしている方がいらっしゃってですね、はい、4月の終わりにこれうちなんかなんと報じ忘れてるんですけどバタバタしてて、ね、我々としたことが DHC と契約している企業に、申し入れを、はい、された方がいらっしゃるんですよね、はい、これはされた方というか個人じゃないです、はい、これ字がちっちゃくて見えないかもしれないですけど、前にうちの番組でそれこそ企業とヘイトっていうテーマの時に登場していただいたムンゴンヒさんがいらっしゃる、はい、NPO 法人多民族共生人権教育センター、それからそこにブラック解放同盟大阪府連合会、ブラック解放大阪府民共闘会議、この3社が共同で4月29日に申し入れを行った、はい、でその申し入れの内容っていうのはこうなんですね、うんうん、4項目、 D
月地が会社として行った人種差別について公式に謝罪し、社内ルール策定等の再発防止策を実行することを DHC にあなたの会社から要請してください。そうですね、取引先に向けた要請ですね、これね、はい、だからちゃんと要請してほしいと。対しては謝罪の方について事態の深刻さに鑑み、公式ホームページの謝罪文の掲載のみならず、DHC 直営店舗での謝罪文掲出、主要新聞紙面への謝罪広告の掲載、代表取締役会長 CEO の吉田義明氏による謝罪記者会見によって行うということを、これを DHC にあなたの会社から要請してくださいと、はい、だから前期要請が聞き入れられなかった場合、DHC との取引停止を含めた厳しい措置を取ってください。以上2点を踏まえて DHC が人種差別を繰り返していることについて主要な取引先である御社の認識を公表してください、はい、こういう要望書を送ったと、で回答の締め切りは一応5月21日で、はい、今その回答がだいぶ集まってきた、集まってきましたね、ということで、これだけ集まってるんですね、はい、はい、あの丸がついてるところが回答してきたところ、だから、何もついてないところはまだ未回答ですね、はい、結構たくさんの大企業が回答してますね、うんうん、であのこれ新聞でもあの報じられてるんですけど、はい、どこの企業がどういう回答をしたかみたいなことは詳細は出てないんですが、はい、一応こういう感じだったと、まず22社が回答したということ、はい、あのこうしたいわゆる人権関係の取り組みに対する回答としては、はい、あの意外とこうあの高い確率で回答が返ってきたということですね。で、まあ、こういうような DHC の、直接非難するようなことを言ってきたところとかいろいろ、うん、あのあるんですけど、はい、あのちょっと詳細が分かんないのでこれを、うん、その要望を出して回答をまとめられた、はい、あの多民族共生人権教育センターのムンゴミさん今日またあのちょっとつないでますので、はい、ちょっとお呼びしたいと思います。はい、はい、ムンさん、はい、あ、どうもよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。ご無沙汰しております。はい、こちらこそご無沙汰しております。急にお呼び立てしまして申し訳ございません。あ、いえいえ、とんでもないです、さっきの、要望書と回答なんですけど、うん、まあ、はい、昨日記者発表されたんですかね。報道提供ですね、情報提供して記事にしていただきましたね。はい、はい、で、まあ、昨日から今日にかけて記事になってるんですけども、はい、もう一度ちょっとその概要、回答のね、さっき箇条書きで、うん、いくつか出しましたが、その内容を詳しくちょっと教えていただいていいでしょうか。はい、まずはですね、その、はい、企業宛ての要望書そのものなんですけれども、我々がその要望した、あのスタンスというのは、はい、ビジネスと人権という視点なんですよね。はい、要するに企業として無視できない行動規範として、まあ、昨年日本政府が行動計画を定めたビジネスと人権という観点から、はい、あの取引先である DHC のこの人種差別を御社はその DHC に対して何をできるのですかということについて、そういう観点で、要望書を書いたわけなんです。なのである意味で言うと多くの企業の方が回答いただいたんですけれども、まあ、無視のできないまあ項目というか、まあ、聞き方を我々としてはまあ考えてやった結果かなとも思っています。ムーンさんとしては結構この企業 の、 その回答っていうのは、はいはい、割と真摯によく答えてるなというような感想ですか。はい、想像以上に、それぞれの企業なりに、真摯に誠実にこの問題について、回答いただけたという印象は強いですね。はい、あ、なるほど。例えばその、DHC のヘッドを直接非難っていうようなものっていうのはどういう内容のことを言ってらっしゃる。これは例えばですけれども一番もう、はい、ピシッと至るのがキリン堂さんですね、うん、ドラッグストアの、はい、これらの DHC の発言というのは社会性を著しく欠くものであり、うん、当社として相入れるものは一切ありませんと言い切ってるわけですね、うん、おこれはなかなか、すごい断固とした表現ですし、そうですね、例えばイオンさんを代表としてやっぱり各企業がやっぱ人権基準ですとか、人権方針というものを持っていて、うん、それをに照らしたときに、まあ、取引先である DHC の
そのようなヘイトスピーチについては、相入れないものであるだとか、遺憾であるだとか、我々の考えている人権基準にはそぐわないものである、といったような、非難というか、それはダメですよねという認識の表明ということをしていただいているんですね。それでその DHC の方にその遺憾の意を伝えるというような行動を取った会社も7社あったと。そうですね、遺憾の意を伝えたというのは、例えばこのハートインを経営している JR 西日本デイリーサービスネットさんなんかがそうだし、その親会社である要するに JR 西日本も遺憾の意を表明していただいているんですけれども、ミニストップだとかイオンなんていうのは、まずはどういうことなんだと、ちゃんと説明してくれということを問い合わせているんですね。これだけでも結構ね、DH に対して、決して小さくそないれプだレッシけャーでですよも、ね。大きいプレッシャー与えたことになると思そうですいますね。し、平和堂さんなんかも、例えば、公式見解を求めているよと、求めていますと、もう現にはこの問題をうちの会社としては注意してますと、どういうことなんですかということを説明してくださいという、まずは段階を踏んでおられるわけですよね。あで、とそれによっは、ては、どうぞ、どうぞ。それによっては？で、それによっては、今後、何らかの対応、適切な対処だとか、そういう表現をしておられるところが多かったですけれども、調査、等によっては、適切な対応、何らかの対応を取りますよと答えた会社が、4社、明言をしておられるわけですね。そのサプライヤーに対する人権コードありっていうのはどういうことなんですか？これはですね、よく、安田さんなんか詳しいと思うんですけども、縫製工場における外国人技能実習生の、劣悪な就労状況ってあるじゃないですか。で、結局そういった工場で作られている、例えば服っていうのは、大手の、服飾メーカーとか売ってるわけですよね。そうですね。だからといって、うちの会社はその外国人技能実習生を直接雇っていないんだけれども、その技能実習生を雇っている、その工場が行っている、人権侵害、知ったこっちゃありませんということは言えないわけですよね。当然ですけれども、ビジネス人権という観点でいうと、そういったサプライヤーが人権侵害を行っていないか、そこに加担しないかどうかということについて、これ、人権デューディリジェンスという言い方をしますけれども、ちゃんと自分のところの会社が人権侵害に加担しないための注意義務を払ってください。ということが、このビジネス人権という考え方の中で、企業に求められていることなんですね。それをしっかりと明文化した規範として持っているというのが、ここでいうところの発射ですね。なるほどね。発しちゃってですね。郡さん、これね、回答が来て、結構いろんな企業は真摯にこの問題を捉えていると、いう結果が分かったんですけども、これで、よかったですね、削除もされたし、もう終わりましたねっていうわけでは当然ないですよもちろね。んそうですよね。削除するというのは、先ほど江沢さんおっしゃっていただいたように、そもそも警察するのが間違いで、半年前に削除しておかなくちゃいけないことなので、当然のことであって、次にやはり求めるべきは、DH 会社としての謝罪、そして、このような会社ぐるみで深刻な差別を行ったということに関する経緯と原因の究明。そしてそれに基づく再発防止策の策定、これは社内システムの問題ですとか、企業風土そのものに関わる、これは想像するまでないですけれども、吉田会長の上意下達のそのようなワンマンな経営体質というものが、おそらくは、会社としてのガバナンスが全く行き届かない今回の事態を招いた大きな原因であろうということは、容易に想像がつきますのそうですで、そういったね。社内風土の改善も含めた、再発防止策の策定、そこまでいってようやく DHC という企業が当たり前の企業に生まれ変わるという、再生するということになるわけですから、我々としては当然、そこまでを求めていく、
それがなされるまでは、この DHT に対する取り組みというのは終わらないというふうに思っていますし、はい。ムーンさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。今ありが後とうともございちょっとまます。た、いろいろ、まあ、社会問題としてかなり周知されてきたような感じになってきたと思うので、我々もね、もうずっと前からやってるけど、やっとこさ世の中に知られてきたそうなでみすたいな、まね、だそうそうでいうす段ね。階だと思うので、今後も引き続きいろいろ頑張っていきましょう。はい、いろいろと協力していきましょう。はい、ありがとうございまムーさん、す。どうもありがとうございました。結局ね、こういう動きがあったことは、やっぱり DHC が文書を取り下げる一つの大きな要因となったことは間違いないでしょうね。彼らって、いや、売ってくれるとこがなくなると困ってしまうわけですから、そういったことも十分、これ今後も注視するのと、ただね、今、野間さんもおっしゃったように、これで終わったわけじゃないわけで、文書を下げればいいだろうって話じゃないわけですよね。で、やっぱりなぜそういうことが起きたのか、今まで何やってきたのか、もちろんきちんとした謝罪とですね、今後っていうのはムンさんも言ってた通りこれが必要になってくるし、で、そういったことも含めて、我々ももちろん追及の手は緩めないのと同じように、社会的にもやっぱこれをまだ認めない、この会社の、やっぱこの方針、これまでやってきたことを断じて認めないし、決してだけでは済まないんだっていう動きはこれからも続くと思うんです。6月の3日、6月の3日の、これ金曜日ですね。金曜日、明日ですね。そうです。明日ですね。に、いよいよ、本丸で、そうです。あれが、本社前行動をやりますからね。会社まで直接乗り込むぞと。で、そうまあ、で主催の方も、いやいや、削除したからって別に行きますよっていす。う、当然そうですよね。その通りです。だから何だって話なわけですからね。そういうことで、明はい。日の、18時、18時ですか。午後6時ですね。18時半ですね。6時半から、南麻布の DHC 本社本前、社前。で、抗議行動がありますので、みんなでガーンと、やりましょ行ったったらええねんっう。ね。て思う。夕方6時半から、港区南麻布、6時2半丁目ですね。から7時半まで。これ、麻布十番の駅降りててね、先だあれ歩いていくと DHC のでっかい看板見えますんで、韓国大使館とかの先ですよ。よりによってさ、民団とか韓国大使館のすぐ近く隣なんだよね。で、目立つ青い看板がありますんで、そこの前でサイレント抗議行動を行う予定です。皆さんぜひ参加してください。はい。じゃあ DHC に関してはこんなところで、はい。次に行きたいと思います。次。LGBT 法案ね、先週もうダメになっちゃいましたねとかって言ってましたてね。たじゃないですか。実はそうでもないんですか、これ。なんか微妙なところに来てますよね。ですよまあ、ね。変な話だけど、稲田さんが頑張ってる部分もあると思うんですよ。これね、先週の土曜日から日曜日にかけて、24時間にわたって24時間執刀院って結構いすや、ごすくごないですこか？れ、すごいことですよね。あんまり例がなかったと思います、24時間っていうものとは。もとあんまり例がないし、そもそもLGBT の社会運動って、まあ、レインボープライドみたいなのがメインで、あんまりストラグルっぽいのがあまりなかったし、好まれなかったじゃないですか。だけど、と思って、すごいハードコアな感じにそうですしね。たでしょ。で、さすがに、切れましたみたいな、こんな、さすがに切れましたばっかりですけど、そんな感じで、これはだから土曜日、僕ちょっとちらっとだけしか言ってないんですけこれ、ど、ちょっと自民党前ですはい、自ね。民党前ね、これはなんか割と右上に見えてるのが、その自民党の本部ビル、自由民主党って書いてあるところなんですけども、結構ね、そのなんか斜めの対岸みたいなところにいつも抗議してるんですけど、かなりの人数がいます。そうで、ですね。これがその前頭方なんですけど、これ後ろの方です。
これはね、あの現場行った人は分かると思うんですけど、うん、かなり長い、うんうん、永田町駅の別のもう一個の入り口の手前でも人がこう一列に並ばされちゃってるから長く伸びてて、うんうんうん、あのすごい多いなと。しかもそのうちの何人かのコアなメンバーの人たちは、うん、本当に24時間座り込みしてましたからね、で、抗議文を出したり、はいはい、署名、あの9万人ぐらい集まった署名を出したりっていうことを、やってました、うん、で、まあやっぱり、この時のスピーチで、僕はやっぱり非常に印象に残ったのが、これはこの番組で僕と安田さんも言ったことですけど、差別に禁止ぐらいの程度のことをね、うん、あの反対するような人がそもそも議員でいいんですかみたいな、うん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 、そんなこと今何年ですかと、2021年ですよと、うん、そうですね、あのそんなこと世界の国にそんな議員いますかと、差別禁止反対みたいな、本当ですよね、うん、反対どころか躊躇するだけでもおかしいわけでね、そう差別することはダメなわけですから、うん、そのダメなことに躊躇したりとかね、うん、ましてや差別禁止じゃなくて理解増進だって言い換えることによってね、うん、何かもう本当図ろうとしてること自体が僕はおかしいと思うわけで、うん、やっぱりその最初のちょっとバカニュースでね、自民党の、うん、あの前振り的にやりましたけども、やっぱり、そこに根本的なリベラルちょっとでもリベラルっぽいことは全部反対、つまり単なる逆張り、反対の反対ってやってるだけですよね、はい、でだから自分たちがリベラルデモクラティックパーティーであるにかかわらず、うんうん、これではまるでリベラル政党だって言っちゃうと、うんうんうん、で差別には本来反対しなければいけないっていうことはもう常識であるにもかかわらず、差別反対に反対って言っちゃうという、うんうんうん、サブカル逆張り言い癖がそのまま政治中枢に持ち込まれてるみたいな感じがしますね。そうですね、うん、これやはりね、産経新聞が書いてたんだけどね、うん、これを通してしまうとですね、いわば小さな穴がだんだん大きくなってくるんだと、いわば一点突破全面展開されてしまうっていうわけ、共産主義革命起きちゃうね、うん、そうそう、だからこれ絶対阻止するんだとつまりさ、うん、何を守りたいんでしょうかね。そのこの法案が通ることに、法案がね、法律が通ることによって、うん、一体日本の何が壊れるのか、何が崩れるのか、でこの人たち一体どんな損をするのか、そして社会はどうなっていくのかって、この人たちが考えてる日本って何なのかってことを改めていろいろ考えざるを得なかったんですけどね、うん、一点突破全面転換って言うけども、だって法律なんてそういうもんだし、うん、そしてあのこうした人権を守るとか人格を守るとか、うん、人の権利を獲得するっていうことがそんなに怖いんですかね。怖いんじゃない。怖いの。多分、うん、国体が揺らぐのそれ。いやもう国体というか自分が、うん、自我が崩壊するわけ。ゲシュタルト崩壊するんじゃない。うん、こんな左翼の言うことが1ミリでも通ってしまったらみたいな、もう俺のなんかガーッと細胞と細胞を結びつける 何その距離感だって組織がこう壊れてダラ、うん、ドラドラって なっちゃうんだよな、うん、というぐらい異常ですよね、うん、異常ですよどんな自我を支えてるんだって話ですよ、ね、もうなんかもうそれもう左翼、とにかく左翼に反対、左翼の言うことは何でも反対だと思うんですよ、うん、だから僕らなんていうの、賃金下げろ運動をしたら、うん、自民党上げるんじゃないかなって思う、ね、逆張りでいくからね、そうそうそう、うん、そんな感じすらしますよね。そうですね。でなんかここまでおかしくなってるのはやっぱりその、うん、理念っていうものがまるでないっていうことと、あとまあその中でおかしなことも起きてるじゃないですか。これね、稲田さんが産経新聞、アビル・ルイに抗議してる、これ珍しくないですか、うん、珍しいですねこれかなりレア、歪曲記事が与えた影響大きいって書いてます。歪曲記事って言ってるんですよ、まあ、今までももちろんね、アビル・ルイですから何でも歪曲してますけど、それを あんたが言うかみたいなね、うんうん、でもそれで稲田さん左翼扱いですよその合詞と一緒に左翼扱いですだからどう、これどう思います？稲田さんってね、なんかその数年前 あのレインボープライドにも細野さんとかと一緒に来てて、いらっしゃいね、来ましたね。で、あの男組の組長がと握手してしましたけども、まあ、当時はね、あの安倍昭恵さんがね、うん、レインボーパレードの、うん、あの出しというか、はい、
車に乗って乗りましたね、打ってみたいなことやってたんで、ええ、ちょっと若干自民党を警戒する感も、うんうん、僕たちはねありの、はい、だけどやっぱりそのメインの与党のところにね、うん、がちゃんと食い込むというか、与党のやつがなんかこういうふうなものに参加して推進しないといけないと思わせることが大事だなと思ってはいたんですけど、はい、うん、まあでも稲田朋美なんてやっぱり極右中の極右っていうんですよね、うんうん、だからあの、まあ、ポーズなんだろうけど、ポーズでもやった方がいい、そうですね、というふうに思ってましたが、うん、ここに来てなんか単なるポーズというよりもうちょっと何かやっぱり理念があるのかなっていうふうにも思ったんですけど、どうなんですか。うん、分からない。ただこの問題に関しては稲田さんやっぱりきちんと主張はしてますよね、うん、ですからその自民党の中では極めて稀な主張だと僕は思ってる、うん、ここまで産経新聞強く批判するのは、うん、ですから頑張ってほしいと思うと同時に、うん、その稲田さんですらやっぱりね差別禁止ってことは言わないわけですよね、うん、そうこれね、さっきの産経新聞の抗議ですね、うん、あの1行目がひどくて、はい、あの LGBT は差別禁止ではなく理解増進なんです、そうなんです、今を言うな、差別禁止にはやっぱり反対してるんですそう、だその辺がやっぱりザ自民党なんだろうなと思いますけども、どうなんですかね、うん、で理解増進ってつまり理解増進が足りないのは自民党であってね、で全然理解してないもん ね、まあ、全く理解されてないし理解してないし、トランスジェンダーのトイレがどうのこうのとかっていうことで、そのネット上のバカ言説と か、うん、だから結局この人たちで突き詰めてみると、うん、トイレと風呂の問題しか出てこない、トイレの話ばっかりなんだよ ねトイレどうすんだ、うん、で風呂どうすんだって、うん、結局そういう問題に特化してるわけですからね、うん、そういうのごく一部ですからね、権利の中ではね、そうなんです、まあそれでもこう、はい、今国会でもまだやるぞって、うんうん、稲田朋美が言ってるっていうのもあって、これも引き続き注視していて、そうですね、これはそのヘイトスピーチ解消法よりも緩いのかもしれないけど、うん、今のこの日本の現状で言うとそれでもないよりマシじゃないかというふうに思います、うんうん、あの当事者の人に聞くと全然あのしらけてる人もいっぱいいますけどね、うん、何が理解増進やねん、どうでもええわとかって言ってる人もいるけど、うんうん、まあ、別にあって困るようなもんではないと思うので、あの引き続き注目していきたい、そうですね、そこからまた何か展望が見えてきたり開いてくると可能性もありますからね、はい、今日はあの日本がいかに人権的に NG かみたいなこの小ネタ的に、いや今日もねあんまりこう、うん、大きなネタないし、次のノーヘッ TV 何やろうかなって昨日の朝ぐらいまでは考えてたんです、うんうん、だけどめちゃくちゃネタあってあるもんね、あの困りますよね、うん、全然リベラルじゃデモクラティックでもないわけですから、これからもネタ出続けるでしょうですよね、はい、はい、次はですね、はい、これも土曜日、はい、しのぶ会に、ウィシュマさんをしのぶ会に安田さん行ってこられたんですよ、はい、多くの人が集まりましたね、はい、あの築地本願寺です、はい、およそ400人参列者が今集まりました、はいはい、つまり、まあ、あのいわゆるこういった入管の問題あるいは外国人労働者の問題などに取り組んできている人はもちろんのこと、はい、僕が話した中では全くそういうの関係なく新聞報道とかね、はい、テレビの報道で見てですね、うん、本当にひどい話だと、うん、せめて一言お悔やみの言葉を伝えたい、うん、という思いで来た人も中にいらっしゃって、はい、そういった意味ではあのウィシュマさんの問題っていうのはすごく投げかけた意味は大きかったんだろうなって思いました。これ今会場の写真なんですけども外から撮ったものですけどね、はいはい、これ列が流れてできてますけども、はいはいはい、会場の中にいわば喧嘩をするのにですね、はい、もう会場人が入りきれなくて順番待ってる男なんです、はい、ちょうど本当に、会場の外まで長い列ができるぐらいに多くの人が集まってきた、うんうんうん、これはウィシュマさんの忍ぶ会だったんですね、うんうんうん、中でまあ一人一人お花を捧げてですね手を合わせて、はい、みんな頭垂れたわけですけれども、ネトウヨも来ましたね、一人ね。ああ、なんか、まあ、すぐにつまみ出されてました。紹介されたんですね、石川大河さんにね。はい、すぐにつまみ出されましたけども、うん、まあ、大した大きな問題にならなかった。で、まあ、最後にね、ウィシュマさんの妹さん二人、ポール・ニマさんと、ワヨミさんがね、はい、最後に会見に答えてですね、はい、で、お話になったのはやっぱり印象に残ってます。ちなみに一番左に映ってるのが、うん、
今回ウィシュマさんの事件、あの死亡事件に関して、うん、主任弁護士を務めている指宿さんですけども、はい、まあ、指宿さんはね、うん、あの冒頭これやっぱり入管に命を奪われたんだと、うん、いうことを強調されて、うん、そしてウィシュマさん の妹さん2人はね、うん、まず一番大事なことはいろんな日本政府の関係者にもあったわけです、うん、入管庁の長官にもあってるし、うん、法務大臣にもあってるし、うん、いろいろ役人にもあってるわけ、うん、一度たりともですよ、うん、一度たりともまず謝罪の言葉を受けてないんです、うん、これまで様々なことがもうすでに報道で明らかになってますよね。詐病を疑ってみたりとか、あるいは、肝心な情報を出さなかったり、うん、したことは明らかなんだけれども、うん、一度たりとも謝罪は受けてない、うん、それからもう今問題となっているのはその監視カメラの映像です、うん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 、この映像をとにかく出してほしいというのはこれ遺族の率直な気持ちですよ、うん、どういう形で死んだったのか、うん、死ななきゃならなかったのか、うん、正確な死因すらまだ明らかになってないような状況においてね、うんうん、やっぱり貴重な映像だと思うんですね、うん、ところがあの入管庁法務省当局はね、うん、当初は家族には映像を見せてもいいかもしれない、うん、ってことは言ってたのに、はい、もう今見解ガラッと変えてるわけです、うんうんうん、最終報告書っていうのは7月に出るんですけども、うん、その最終報告書にビデオのつまり監視映像の中身に関しては文章で触れるけれども、うん、物は出す予定はない、うん、ってこと言ってるわけです、うん、これに対してやっぱ姉妹怒ってるわけです、うんうんうん、つまり相当にまずいものが映ってるんではないか、うん、あるいはあの入管庁にとってやましいことがあるならば、うん、堂々とやっぱ情報公開してほしいと、うん、でいろんなことをおっしゃってたんだけどもやっぱり一つにはね、はい、我々がスリランカから来たっていうこと、うん、つまり姉がスリランカ人であるということ、うん、こうしたことつまりアジア人差別がね、うん、日本の中に根底にあるのではないか、うんうん、そういった疑問もやっぱ口にされましたよね、うんうん、僕はそれあるんだと思います、うん、まあ、もちろん日本の入管収容施設っていうのは、まあ、アジア人あるいはアフリカ系の人が非常に多いのは事実ですね、うんうん、なんではあるんだけれどもやはりここまでひどい対応っていうのは、うん、そうした国の人々だからこそ、日本人っていたけだかになるじゃない、うん、アジア人に対してさ、うん、アフリカ人に対して、そうしたこともやっぱりその死に追いやった一つの原因として、うん、あるいはファクトの一つとして存在するのではないかっていう疑念もやっぱり抱いてるような感じはしましたね、うん、はいはい、いずれにせよまだ何の謝罪も出てない、うん、そして真相も明らかになってはいない、うん、もうこれだけ長い時間をかけても何もまだ出てきてない、うん、あのちなみに遺族あのご遺族の方はね、滞在の延長を申請して、うん、これはきちんと解決するまで日本でもって、いろいろ訴えかけたいってことはおっしゃってました、うん、はい、引き続きこれも、まあ、DHC も何でも全部引き続きって言ってるけども、うん、ずっとその本来ならすぐ解決すべきようなことが全然解決しないっていう、はい、そうなんです、逆張りの逆張りで、来てる人たちなので、これもしつこく追いかけていきたい。そうですね。でもう一つね、はい、入管法の改正っていうのはまあ流れましたけども、はい、これ現行の入管法で死者が出てるわけですからね。そうですね。で何も石間さんが初めてじゃない、うん、これまで少なくともこの15年間で17、8人の人が命を落としてる、うん、現行の入管法でこれだけ問題があって人が命を奪われてるっていう事実、うん、我々きちんとやっぱ向き合うべきだと思いますね。はい、はい、次は今日の、メインの、はい、メインだけど時間はそんなに、取らないですが、これ、うん、これね、でもこれ増えてますねこういうのね。これ、ね、何のことかっていうと、うん、まずこういうニュースがあって、はい、神戸新聞でしかあの報道されてないんですけども、神戸新聞出ないな。はい、これですね、うん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 、ドワンゴに削除命令と、はい、でブラック差別動画、はい、ニコニコ動画に削除命令出したんだけどニコニコ動画はなかなかその削除しなかった、削除してくださいって頼んだんだけど、しなかったと、はい、で YouTube とかはすぐ消えたんだが、ドワンゴはいや裁判とかないと消しませんよみたいな、言論の自由だからと、相変わらずですね、ドワンゴはね。ずっとあの川上をこんなに調子で、ええ、実はどんな動画だったかっていうと、うんうん、こういうことですね、これはね、丹波篠山市長なんです、はい、
めっちゃひどい、こんな差別助長する内容で、こんなひどい動画がどうなんだっていうことを会見でおっしゃってるっていう、うん、でこれはどういうことかというと、丹波篠山の市内のある地域を、はい、ここは部落だということで、うん、でなんかこうものをこう面白半分に、はい、あの人の家の庭先と撮ったりとか、ええ、で驚しくなんかこう怖いバイブがあると。そうですね、あと廃屋があったりすると驚いたりするわけですね、こんなとこに廃屋がみたいな。で、あのこの日だけで神戸新聞3つも記事出してるんです、かなり力が入ってて、結局、研究を装ってると。これはその地域研究なんだという体で、はい、やってると。そういう意味で言うと、うん、その鳥取ループの件も近いものがあると思うんですけども、ね、うん、まあ、地域研究の体を装っているけども、うん、実際にはどうもそうじゃないでしょうみたいな動画が多いですよね。そうですね。で、あのちょうどね、たまたまそのさっきのね、はい、あの自民党前に行った時に、僕友達がやっぱり来てて、はい、話をしてたら、うん、突然ね、あの野間さん、神戸のなんたらっていうところはどんな場所ですかとか言って、うん、あの聞いてくるから、はいはいはい、いやあそこは別にどんなんて別に神戸の人も知らんのちゃうかな、うんうん、なんかハイキングコースの途中に通るところぐらいじゃないかなって言って、うんうん、なんか最近そういうね動画で、うん、そこの場所がなんかそのいろいろ取り上げられてて、うん、自分のその彼氏がそういうものにハマっちゃってて、あで、なんかあんまり見ない方がいいんじゃないの、差別のが多いからっていうように思うんですけど、うん、って言って、あそこはなんか朝鮮部落なんですかとか、いや朝鮮部落多分関係ないなみたいな。神戸って割と土地が狭いので山あいとか川沿いのなんか狭い奥地みたいなところにすぐなるんですよ、その町から10分ぐらい歩いたら、でそういうところにたまたまその古い家とかが残ったりするとみんなその全然分かってないやつが、これはなんかその朝鮮部落の痕跡でとかね、はい、なんか被差別部落のとかって言うんだけど、全然そうじゃない場合がすごいあるんですね、うんうん、で実際にそうである場合もあるんですけど、うんうん、それはその例えばあの戦時中に川の護岸工事だとか、はい、トンネルを掘りに来て、あの新鉄のトンネルを掘りに来てね、あの亡くなった朝鮮人の方の霊碑とかも立ってるところもあるんですけど、あのそういうところを見に行っても別にそれっぽいあの雰囲気の集落なんてもうあるわけでもないし、うんうんうん、まあなんかそういうのが非常に多くて、あの団地も多いでしょ。多いんですよ。安田さんはその辺よく知ってらっしゃる。いやだからね、僕はどちらかというとその外国人の集住率が高い団地とかをね、ずっと取材してたことがあるわけですよね、でその共生の形みたいなものを求めてやってたんだけど、まあ、一応参考までに僕が行ったことのない団地であれば、団地と住所を打ち込んだりして一応調べるわけですよね、そうとね、ヒットっていうの一番上にね、ネット上で検索して上がってくるのが、まさにこのいわゆるディープ系差別動画なわけです、中国人が多い団地、ベトナム人が多い団地、あるいはブラジル人が多い団地、そこをねこわごわと探検するわけ、で例えば中国人が多い団地に行くと、中国系の商店がありましたってそれはあるわ、あるわなって、で聞こえてくるのは中国語ばかりです、そりゃそうだろうなっていう以外の何者でもなくて、でしかもその映像が暗かったりするからね、なんか非常におどろおどろしい、何か非常になんかね治安の悪いね、なんかまあいわば戦場カメラマン的な意識で行くのかな、ね、銃弾なんか飛び交うこともないのにね、何か誰も行かないところを俺が踏み込んでるみたいな、その自意識がたまらなく僕は嫌で仕方がないんだけども、
そういう紹介のされ方をするわけ、うん、で必ずディープな場所でした、うん、ディープな場所でした、ディープな場所でしたって、うん、そういう言い方をするわけですよね。でも考えてみたら外国人が多いというだけ、うん、で多いんだったら当然ながらそういった焦点ができるし、うん、あるいは外国語を話す子どもたち大人たちがそばにいることは何ら不思議もない、うん、でもうこれ断言しても構わないけど、うん、例えばまあ団地に限定して言えばね、うん、この団地は怖いところですと、うん、外国人が多いですみたいな紹介のされ方したところに行って、うん、なんてことないから、怖いと思ったこともないし、うん、それは怖いことなんてどこだってあるわけでね、うん、どんな地域だって怖かったり怖くなかったりすることあるんだけども、うん、いわゆる動画で紹介されてるようなおどろどろしさなんて、ね、足を運んでみれば何もない、そんなものは、うん、普通の団地ですよ、うん、どこにでもあるもの、うん、しかしこうしてやたら深掘り、自分だけが深掘りしたんだという主張をするがためにですね、うん、あえて、そうした団地を虚像としてね、うん、の団地を映し出す行為、それは団地だけじゃなくて今野間さんが言った被差別部落、うん、あるいは、かつての在日コリアの集中地域、うん、これはこんなになってる、こんなひどいとこで、怖いとこで、これはねまさしく差別そのものだと思います。そうなんだよね、はい、でなかなかその差別でしょうって言いにくかったり言い切れなかったりするのは、うん、その例えばいやらしいヘイトスピーチとかね、あからさまじゃないヘイトスピーチがヘイトスピーチ認定されにくいみたいなのとよく似ていて、まあ、なんていうのかな、単純にまず情報が間違ってるもの、別に被差別部落でも何でもないところを被差別部落っていう、はい、あるいは朝鮮部落と何も関係ないところを、うん、表札を見てね、なんか左右対称の文字が多いからここはやっぱり朝鮮部落だったと、ね、ね、言ってんですよ、動画の中でもあって、そのレベルなんですね、うん、で、そういうものはもう論外であるとして、実際にここはこういうところでて歴史的な観点を踏まえながら、はい、正確に解説をしているものも結構あるんですよ、だけど差別的なんだよね、そいつらも、うん、やっぱそうなんですよね、うん、そこが結構新しい形態だなと思ってて、てかなんでそれを YouTube で見せなしなんないのかって話もなってくるわけですけどね、だからやっぱりその研究の手を装うと、うん、なかなか線引きが難しいんですよね、 YouTube の、はい、俺らはすぐは言えるけどさ、ヘイトスピーチだってなかなかさ死ねとか殺せとかじゃないものまでヘイトスピーチ扱いするまですごい時間かかったじゃないですか。そうなんです。で例えばねさっきこのタイトルにこういうのを作ってた、はい、これ僕はそれっぽいものを作ったんですよ。ああこういうねさっきの右上に、はい、でこんな赤と黄色のなんかこういうタイトルで、こうボロっちい家をって、はい、これ後ろは何の写真かというと、うん、ただの鬼怒川温泉なんですよ、うんうんうん、鬼怒川温泉の旅館とかホテルの裏側って大体こんな感じになってますよね。温泉街ってこんな感じじゃないですか、で、まあ、そのレベルの、鬼怒川温泉だとさすがにあれだけど、はい、そのレベルの単にもう使われなくなった廃墟とかそういうところに行って、まあ、これね廃墟趣味と昭和レトロ趣味、うん、そういうもの全部一体化してて、なるほどなるほど、廃墟探索、廃線探索、それからもっと言うと産業遺産とかね、うんうんうん、そういうものを見て回るの楽しかったりするんですか、うんうん、でそういうものと実際に被ってるんですよ、うんうん、だからなかなか難しい部分があり、うんうん、なるほどね、その興味本位で人のやっぱその生活圏にずかずか入っていっていいのかっていうような倫理観がもちろんないですから、うん、YouTuber に野放しになっちゃってる。でさっきの丹波篠山の例ではここは被差別部落ですみたいなことをわちゃわちゃわちゃって言っちゃって、うん、でとんでもないっていうことになって、削除っていうことになったんだけども、うん、それでもドワンゴはなかなか消しませんでしたみたいなね、うん、これもずっとヘイトスピーチ問題で僕らがそのずっとやってきたこともまた一からやり直したんですか。なるほどね。でこのディープなんとかっていうのはそもそも多分僕の友達が最初に言い出したことだと思うんですけど、うん、音楽評論家の湯浅学さんっていう人がいて、はいはい、彼が80年代にディープコリアという本を出しました ね, 出しましたね、ですごい面白い本なんです、だけどで僕もすごいディープコリアに影響を受けていて、うんうん、まあ、90年代サブカルチャーのちょっと露悪的なものの、うん、代表的な作品の一つだと思うんですけど、うん、
韓国のことをよく調べていて、それ自体に韓国人をバカにするような記述はないんだけども、全体的に韓国というのはディープな場所で、で日本にはない、なんかその強烈な個性の人がいっぱいいるみたいなことを面白おかしく書いているということ自体、それをディープと言ったんですよね。でその用法が今その YouTube とか、まあ、ニコ動とかでもそうですけど、大阪ディープ案内とかああいうサイトあるあでりしますょ、ね、今 YouTube にも出てますけど、あれ結構古いじゃないですか。なんとかディープ案内、なんとかディープ案内で、その大体行くところは、その貧民街であるとか、赤線跡であるとか、そういうところですよね。でそのディープの使い方って多分湯浅さんのディープコリアが最初だと思うんですよ。なるほど。でさらに言うと、そのディープはどっから来てるかっていうと、ディープサウスのそうですディープ、ね。いわゆるアメリカの新南部でアすメリよカのね。新南部の音楽とかカルチャーはそのディープで、非常にこう泥臭くて、熱くていいんだっていうところが、そのディープサウスの音楽がいいっていうのが、日本のその黒人音楽ファンのね間での用語の一つだったって話。だから湯浅学さんはやっぱりドクター・ジョンとか、ニューオーリンズのファンクが好きだし、そういうものをディープと言っていて、それをその韓国に援用したと。でさらにそれが今もう30年経って一般化して、普通に差別的なやつらが使うようになってるみたいな感じで、例えばその東京なんたらディープ案内っていうね、あのサイト自体はめっちゃ気をつけてるんですよ。差別って言われないようにというの努力がすごい伺えるんだけど、差別的なんだけ差別ど、的ですね。差別的なんだけど、やっぱりそのスパッと簡単に指摘されないような工夫があちこちに散りばめられてるんで、それの亜流みたいな、よく似たデザインでちょっと違うタイトルのやつがあるんですけど、もうもろにネトウヨ的な差別のオンパレード。さっきのほらその名字が左右対称みたいな。左右対称だからとか、やっぱりさすが朝鮮人がはこういうところがどうのこうのみたいなね、なんであれがずっと野放しにされてんのかなっていうのは、まあ僕らが相手にしないからなんでしょうけど、いろいろ優先順位的に後回しになっちゃってたなっていうところはあって、そういう意味で言うと、この神戸新聞しか報じてないこのドワンゴの話、これ結構ちょっと、なんかしかも神戸新聞はすごく力が入ってるんですよ、この件に関して。1日のうちにこれ3つもね、詳しい解説を出してて、これちょっと今日疲れたなっていう感じがしました。そうですね。差別との関連で言うとね、僕はやっぱりその動画的なもの、つまりそのディープなんちゃら案内みたいなもので、やっぱり一番最初に衝撃というよりも、ものすごい憤りを感じたのが、在特会なんですよ。ウトロをやったわけでそうす。だね。あれもその系譜なんだよ系譜だと思います。つまり、おどろおどろしくね、あそこって日本人だって住んでるわけですからね、一部。で、とにかく、在日コリアンが多く住んでる怖いところ、未踏の地であるみたいな形で、でも我々は今日は集団で来たから決して怖くはないのだみたいな形でやってて、で例えば電柱にたまたまハングルのねポスターがあったり、あるいは、コリアンと思われる名字があるとそこをカメラで映し出して「ほらどうだ」と「ここにハングルが」とか「ここに在日の名前が」みたいな。何それ、そんなびっくりすることかよって。当たり前やね。で、普通にあることだろうって話でしかないんだけども、そういうことによっていかにそこがいわばディープであるのか、そして、いわば治外法権的なものがそこに渦巻いてて、日本人のあるいは日本の法の及ばぬ場所が日本にもあるんだって、こんな嘘に決まってんだろうっていうね、言ってみれば何てことないわけなんだけど、そういうことを散々、つまり差別に利用してきたわけですよね。常にだからこのディープなんちゃらという動画っていうのは常に差別に援用される危険性っていうのをはらんでるんだということ。だから僕はこれ面白おかしく見ることはできないし、でそれをやってる動画っていうのは本当に僕は危険を感じます。まあこの話は、今回はそのタイトルにまでしたけど、内容的には短いですけど、タイトルにまでしたのは、ちょっとこれから注目していきますよという意味も込めてなんですけど、今後やっぱりすっごい多いし、で実は海外にもやっぱりその
最も危険、イースト LA で最も危険な場所、モーストデンジャラスエリアとかね、バンコクで一番危険な場所とかね、うん。海外動画にもそういうのいっぱいあるんですいよ、や、でもね、僕もね、振り返ってみると自分もね、例えば、香港のカオルーン城とかね、あるいはチョンキンマンションとか、最近はまあなんかノンフィクションにもなってるけども、いや、なんかよくわかんない、ごったいみたいな、なんか文化が衝突し、そういうことは多文化なんだけども、何かおどろおどろしい雰囲気のところにわざと足を踏み入れたことを僕自身もあったしね、そうですよね。あるいはマニラに行ってあえてスモーキーマウンテンに足を運んでみるとかってこともあったわけですし、人間ってなんかつまり自分とは普段接することのない、決して交錯すること、クロスすることのない場所に足を運ぶっていうのはやっぱり何かしらあるわけだけそうどなんでも。すね。だからそういう経験僕ももちろんあるし、だから一概に全否定するようなこともないし、実際に文化的な価値情報をたくさん発信してるものも中にはあり、だけど簡単に差別に転じて、そのことそうがなんで全す。然意識的じゃないっていうものも多数ありっていうことで、こういう今回の篠山みたいなことになっちゃうわけなんですよね。だから、ちょっとこれ注視していきたいなと思います。だから例えばね、この動画、我々ももう YouTuber ですから、ディープ系を検索したら、この番組が引っかかるかもしれないわけです。ディープなとこが、まあでもそうだったら挑正戦ブラッしいクがで見すれるよ。のかなと思ってみたら、なんか怒られてた怒みられたた。いな、そういうのをそういう狙っ方をさて、れるんだったら本そう物いうですのをね。狙ってそういうタイトルをつけてるんですけど、ちょっと問題提起をしておきたいなと思います。はい、今日はこんなところで、終わりたいと思いますが、次回は6月9日。6月9日。ゲストに、アリックのヤン・ヨンソンさんをお迎えして、今日のいろんなネタとも関係してるんですけど、こういうものってやっぱりさ、日本の反差別批判がないことに起因してるますよねみたいな話をリャンさんはいつもしてるし、で僕らもその前、リャンさんをお呼びして、そうです乗りね。越えネット時代にね、そういう話をしたことありますけど、もう一回その反差別規範というものについて分かりやすくまとめて、ここのクラックチューブの動画のところに置いときたいなと、そういう気持ちになりまして、来週はそれでやりたいと思います。分かりました。6月9日、最初、前々回お休みするって言ってたんですけど、休まずに来週もやります。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。安田さん、どうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。